手の一着となりました。はい。すいません。お気持ちいかがですか。はい、昨日6投取ってしまったんで、はい、まずこの内枠でしっかりすぐ取り返せてよかったです。はい、それではレースを振り返ります。はい、進入は枠なり3対3、高手選手はインコース。はい、さてスローのスタートでしたがどうでしたか。85のくぐり方が天神の03と一緒の見え方だったので、はい、少しだけ様子見ていきました。はい、いいスタートにはなったんでしょうか。多分悪くないと思うんですけど。はい、そして1マーク、はい、ご覧になっていかがですか。ちょっと思ってたより外に膨れてしまったんですけど、はい、これは自分との戦いやと思って、はいはい、調整していったので前に進んでてよかったです。はい、じゃあ体感としてはどうだったんでしょう。はい、体感としてはまだバチッとは来てないですけど、先月ここ琵琶湖走らせてもらっての調整を生かしてはやってるので、はい、失敗は少なく着実にやってこれてるかなと思います。はい、じゃあ今2走してみて、はい、船足っていうとどんな評価になりますか。まあ、全体的に悪くはないかなと思ってます。はい、展示タイムも、ね、もちろんいいタイムは出てるんですが、はいはい、そのあたりご自身の体感とタイムというところではどんな評価になりますか。しっかり伸びに振り切りたいなと思って試運転をしたら、はい、足は良くなるし、はい、ハイターンの出口もちょっと欲しいなと思って調整したらそれなりには良くなるので、はいはい、欲しいと思う足は持ってこれるエンジンだと思ってます。そうなんですね。はい、じゃあ本当反応はしっかりと伸びも回り足もその時には出てくれるというような。そうですね。はい、じゃあ今後はどんな風に考えてますか。その折り合いというか、調整というか、みんなが面白いと思ってくれるようなレースができる足にしたいです。はい、まあ、やっぱりそこが高田選手のスタイルでもありますもんね。はい、じゃあスリット付近の船足も特には問題なさそうですか。そうですね。はい、スタートのしやすさはあります。はい、じゃあ枠によってまたその色を出していくような感じで、はいはい、じゃあ今仕上がりとしては順調には来てますか。あんまりこういい人とかと競ったりとかっていうのをしてないので、はいはい、自分がどれぐらいの足かわからないですけど、はい、自分自身も悪くないと思って自信持って調整 していきたいなと思ってます。わかりました。まあ、先月走っているというところは大きいわけですもんね。はいはい、さあ後半は6レース、はい、2号艇となります。はい、後半に向けてファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、後半も一生懸命走ります。最後まで諦めないレースするので見ていてください。後半も頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。